今日は、どこにいるかっていうと、場所は天満の方にあるもう本当に住宅街ですね。こう見ても分かる通り、じゃーん、住宅街で、スタジオなんですけど、ここじゃーん、普通の一軒マンションっぽいビルですね。フォトグラファーの山口健吾さんのスタジオになってます。鈴木ビルディングさん、オールドスクールな階段を登っていきます。バック紙、これバック紙と言われるものですね。背景に使われる様々な色の紙ですね。いっぱいありますね。すごいいっぱいある。さっき見てた窓がここですね。すごい綺麗な窓が。いろんな小道具を持ってきました。打ち合わせのスペースがあって、で今準備中ですね。で、すごい綺麗なスタジオで、床見てほしいんですけど、床ここ見るとわかるんだけど、3つの床になってます。右手ちょっとコンクリートかな、むき出しコンクリートみたいな仕上げがあって、ここはもうカメラマンさんらしいスタジオ仕様の床になっていて、ウッディな床があって、ソファーもあるし、観葉植物もあるし、オールドライクなテーブルもあって、ここはヘアメイクの場所として使うそうです。すごい綺麗な光が入る、かっこいい。今撮ってたセーター、こういう光が今入ってる、窓があって、でここに光があると。でこう多分撮ってたんですよね。置き方も美しいし、本当にすごい綺麗ですよね。補佐やいろいろついてるんですね、道具に。かわいい、かわいい、かわいい。何ですかそれ、あ、タイの魚なんだ、かわいい。補佐のバッグかわいい、メイのバッグがすごいでカスタムされててかわいい。カジカジバッチがうまくはまってる。昨日撮影の、準備をしていた時に見つけたんですけど、広末涼子さんですね。中のページもすごくて、まあ、ヘロウィンのこれ、ブラッド・ピット若いな、広告すごいな。広末涼子さん、わかわいい、綺麗だな。榎本花子さん、すごい、そうそうたるメンバーですね。深田恭子さん、加藤さん、本人と同じ、すごい綺麗。幸子さん、ヨーロッパさん、田中玲奈さん、ラルク・アン・シルの天子さんと結婚しましたね。あ、北野由美さん、もうスーパースターだらけですね。MD の報告。スナップでもやっぱり服装少し違うな、おしゃれだな。90年代リバイバルしてるのが今だと思うんですけど、やっぱり90年代と今ちょっとだけやっぱり違いますね。アップデートされてるっていうか、当時のスタイルもいいし、今のスタイルもすごく魅力的ですね。面白いですね。あ、髪型やっぱりね、ファッションはヘアメイクが多分一番違いを感じると思うんですよね。今と昔の違い、まあ、多分ヘアメイクに現れると思うんですけど、こういうページもあって面白いですね。ファイブスターメガストア、大阪の堀にある有名なショップですね。ファイブスターメガストアの店員さん、新平さんという方がいらっしゃって、その方のスタイル、西海岸的なファッション、ヒップホップスタイルかなになりますね。What we do here is go back, 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 back. Loud. 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 Big gun.
ださい。これカジカジ T シャツで2日目の撮影です。サミプラザさんっていう福岡の商業施設の撮影なんですけど、それの2日目の撮影にやってきました。今日も、昨日ご紹介した山口健吾さんのスタジオとロケの撮影です。I'm not a writer. Okay. Yeah, but I'm awake.どうもありがとうございました。またね、バイバーイ。